農薬の安全性。消費者が望むものを生産者は作ります。たとえそれが体に良かろうが悪かろうが、生産者も食べねばなりません。生活がかかっていますから、不本意な要望でもそれに沿ったもの、売れるものを作らざるを得ないのです。農薬の本当の恐ろしさを知っているのは他ならぬ生産者自身。農薬散布の実態は一般にはあまり知られていませんが、防護服で身を固め、命がけの作業なのです。無防備で散布したら命の保証はされません。農薬の安全性というのは、この程度なら死にませんよということであって、毒性がないわけではありません。もっとも使用基準を守る限りは、短期的にはそれほど危険はないでしょう。しかし長期間では疑問です。少量でも環境ホルモンと言われている問題も否定できません。特に除草剤は急性毒性はそれほどありませんが、環境汚染の最大の原因とも言われています。現実問題として、食物が巷にあふれているのに食べられるものがないというものが増えています。食物アレルギー、化学物質過敏症などです。安全値と言われる量よりはるかに少ないごく微量の化学物質でも反応します。重度の過敏症患者は、一般的な有機栽培や無農薬でもダメで、唯一無施肥栽培のものなら食べられるものがあるということです。これは原理的にはホメオパシー効果と同作用、薬毒プラス&マイナス効果のマイナス面が現れたもの、ごく微量の毒物で中毒症状が現れます。化学物質過敏症、推定患者数は100万人程度。日本、何らかの化学物質の大量暴露や繰り返し微量の暴露後に発症するとされる。一般のアレルギー PPM 単位の1000分の 1PPB 程度の濃度でも症状を示す。化学物質過敏症支援センター、化学物質過敏症とは。しかし、農薬自体の安全性以上に問題なのは、農薬散布や隔離をして作物を人が無理やり手に入れても、それは虫の餌であって人の食物ではないということです。農薬は虫を殺し、虫の餌を横取りするために使われます。ですから全く無害な点滴や微生物製剤でも殺しの手段に使われれば、結果はマイナス作用として現れます。虫を手で取っても同様です。また薬剤耐性の問題もあります。虫や菌が耐性を獲得し、薬剤に対する感受性が落ち、使用濃度を上げたり、次々と新しい薬剤を開発しなければならないという問題です。この感受性の低下は人でも同じように起きていて、ほとんどのものが農薬や各種食品添加物に対し薬剤耐性を示し、毒が効かない体質になっています。化学調味料や各種添加物入り加工食品をやめ、良質な農産物を食べ続けていると、耐性は失われ、再び感受性を示すようになり、下痢等をします。特に幼児は敏感で、食べてから30分から数時間でアトピー様症状や蕁麻疹が現れ、不良食品探知機代わりになります。だからといって現状では農薬を全面的にやめるわけにはいきません。まだ無化学肥料、無農薬での栽培技術が十分普及していませんから、化学肥料、農薬を使わなければ全人類の食料を確保することは困難でしょう。しかし世界的には環境保全型の有機農法に転換しつつあります。残念なことに日本はかなり立ち遅れていますが、オーストリア、スウェーデン、デンマーク、フィンランドではすでに全農業生産の10%以上を占め、さらに増え続けているとのことです。有機農法は増えていますが、問題がないわけではありません。生産性が低く、大量の堆肥と労力を必要とする従来の有機栽培法、本質は施肥殺し農法がほとんどで、このままではやはり全人類の食料確保は無理です。消費者の皆さん、
死ぬも生きるもご自由ですが、自分の命は自分で守ってください。少々高くても有機栽培の良質のものを買ってください。今まで見かけや値段だけで品物を選び、真に良質なものを要求しなかったツケは払わねばなりません。結果的にはそれが安くて美味しい、健康に良い農産物を作らせる一番の近道だからです。生産者の皆さん、人々の命を預かっているのは医者でも警察でもありません。農業者です。人々を生かすも殺すも農業者次第です。